で今回もやっていきたいと思います。とりあえず上、おお、なんだなんだ、フクロウ来た。風の魚はこの上の卵の中でいつ終わるともわからぬ長い夢を見続けておる。魚、卵、あの卵の中におる。八つの楽器を卵の前で奏でたその時こそ、風の魚は夢から覚める。それが島を出るただ一つの方法じゃて。八つの楽器、私今何個持っとる楽器。ちょっと早く飛び立ってくれるかな。1、2、3、4、5、あと2つ、あと2つもいるやん。タマランチ山、ここはどこですか。あれ、ここの上に上がったらあれやんね、違うね。ここよりさらに右か、こっちや。ここから上がるのか。ちょっと待って、どんだけ袋送るね、いっぺんに説明終わって。これより道のりはさらに険しくなるじゃろう。残りはわずか、東と西、この山の両翼にある。まず東の塔を目指すのじゃ。すべて坊やにかかっておる。風の魚の目覚めは近づいておるぞ。うんうん、そうっすか。なるほど、いいよった。その塔っていうのが2つあって、その2つともに楽器があるってこと。そしてまずは東側を目指せと。うんうん、了解了解。よいしょ。びっくり。とりあえず、はい、これ上に出れるんかな。助けてー。なんかその辺動きそうって思った。あ、ちょ待って、これあれやんね。そっか、ここ前来れんかったところか。ちょ待って、そこから行けばいいのか。宝箱にも引っ掛けれるっけ。あ、引っ掛けれた。いってて、何もされてないけど。え、ルピー、50ルピー手に入れた、割と嬉しい。まあ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 、嬉しいっちゃ嬉しい。嬉しいっちゃ嬉しい。こっちからは帰れんのか。え、ちょっとあれに引っ掛けれねえ。え、引っ掛けるところなくないですかね。あ、こっちからジャンプで帰れってこと。よいしょ。なるほどね。よいしょ。はーい、オッケー。あ、てか爆弾とか私買ってこんでよかったかな。なんか爆弾で穴開けそうなとことかありそうじゃない。ありそうじゃない、こういうところ。とりあえずまあ、ここまで来たけん、東へ東へ向かっていきますけど。よいしょ。あ、いいね。今まで行けんかったところに行けるっていうの。あの一番上の橋を渡っていきたいんだけど。よいしょ。なんか、ここはなんかあるんかな。敵が、出ない。で、出るかと思ったのに。ん？ここは一体、動かせない。動かせない。待って、どこをどう行くんだい、これは。とりあえず動かして、動かして、あ、ここから、ここから、渡れる。え、何もない。え、びっくりするぐらい何もないんやけど。え、何これ。え、何これ。ちょっと私にはよくわからない。てか帰りたいんだけど、どう帰ればいいんだこれは。え、帰れんくね。ちょっと待って。え、あ、え、何、どっか行った。あ、こっから出てくるんや。なるほど、じゃあ落ちた方が早かったね。体力も減ってないし。よいしょ。え、じゃなくって。え、じゃなくってってことは左側に何かあるってことか。行きますか。
じゃあ、あっちの奥は何もなかったけん。何もないことないと思うんやけどな。何もないのか。よいしょ。え？何あれ？え？何あれ？え？何あれ？なんか鳥の頭みたいなの刺さってなかった？え？怖い。え、怖っ。何あの謎の。上から落ちてくるんかな、どっかの。え、上落ちるとこなくない？橋やろ、この上。あ、ここになんかあるな。あ、なんか、風緑ついとる。誰？ルイージみたいな人おるけど。鶏小屋のおじさん。最近のコケコッコどもは根性がなってねえだよ。俺が昔飼っとったやつは、パータパタ空を飛んだだよ。いや、ほんと嘘じゃねえだよ。ほれ、とう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 。飛べない、飛べないんだよね、この子たちは。え？さっきの鳥の首となんか関係あるんかな？え、間違えた。よいしょ。とりあえず、右の塔へ向かおう。びっくりする。何？何かと思った一瞬。秘密の貝殻ね。はい。痛い。あれ？いけんくれ？ん？あれ？鍵ないよね。え？さっきのが鍵？え？あれ鍵？もしかして。そのパターンじゃないの。どうしたらいいんですか、それ。ここから落ちたらどこに行く？はっ。戻るんかーい。え、戻るんかい。え、何その、空飛ぶニワトリっていうのが必要なの？で、え、その、空飛ぶニワトリは一体どちらに？こっち行ったらあれやろ？うん、西の塔に行くんやろ？え、待って待って待って。どうすればいいのよ。なんなんやろ？やっぱりこの中に、この中にあったあの鶏、あれ鍵ってことよね、絶対。え、ちょっと待って。でも、まあ、上から落ちてくるようなところもなかったし、多分、あ、この、あの空間、え、あのね、空間をどうにかせんといかんのやろうけど、どうにもできんし、で、直前でさ、あの、ルイージみたいなおじさんが、空飛ぶ鶏がどうたらこう、ルイー、昔は鶏も空を飛んでたみたいなこと言ってんやん。ってことは多分それが必要なんやね。ジャンプとかじゃなくって、空を飛んで、あの、穴を越えんといかんってことなんやと思うけん。で、昔って言ってけん。多分今はもう存在せんってことやろ？それを、あれや、あの、カエルのソウルやったっけ。あれで蘇らせるんや。きっと。ただ、蘇らせると言っても、それは一体どこにいらっしゃるのっていう話なんだけど。とりあえず、とりあえずあの爆弾解体。とりあえず爆弾解体。10個ほど補填しとこう。はい。お願いします。さあ、それじゃあ、私、これにね、これは飛べるわけではないよね、別に。え、ちょっと待って。空飛ぶ鶏、ここに眠る。眠るってことは、これお墓ってことか。ここで？ここでか？は。どうよ、こんな歌やったっけ？何もならんけど。ん？なんか今出た？気のせいか。話すっていうのが出ただけ。押せるー押せるー。やったね。なんか、あの男の子に一部指示を見られとったけど大丈夫かな。これか。これの前でか。は。
どう？蘇る？あ、魂が戻ってきた。え、てかそういうのちゃんとさ、ちょっと話の中で説明してくれんとわからんって。すべて自己、個性的な鶏だね。なんと鶏が蘇った。なんだか喜んでるみたいだ。喋ることはできる？できないのか。あ、見てこれ。ふわふわ。ふわふわ。語彙力がなくなる。ヤッホーバンさんがいない？謎は解けた。うるうるじいさん何かけて、動物村にいるよ。トイレは電話で聞いたんだけどね。なぜ今その話？私今その階段の下から鶏連れて出てきたんだよ。あ、じゃあこの、何？青いのも、なんかポップな感じでしとるわけじゃなくて、本当に青い鶏やったんや。まあ、顔は白いけどね。ここだね。行こう行こう。別に時間とか限られてないんかな？ずっと浮いとけるの？持ってる限り。じゃああっちから飛んでいけるね。行こう。この辺のブロックも動かす煩わしさもなく。え？何？あ、場面は変われないの。その場面その場面で持ち上げないとダメなの。なるほどね。来たよー！やったー！もうちょっと丁寧な扱いできんもんかな。はい、これでバードの鍵を手に入れた。チームワークの勝利だ。イエイ。やったね。あ、じゃあこれで、鍵刺すところにも飛んでいけるってことかな。行こう行こう。さあ、行きまーす。よいしょ。めっちゃ適当な扱いしよるようにしか見えんけど、そっと置くことができないんだ。で、どこから行くんだっけ？こっち？ここ行って上から出てくるのかな？あ、怖い。落ちそう。落ちそう。あ、この宝箱のとこ出るんじゃない？これ。あ、ほらほらほら、爆弾が必要なところ、やっぱりあるよね。よいしょ。ついでにそのピラニアも、いけんかったわ。うっと、危ねえ。はい、階段。多分これで宝箱のところに、たどり着くはず。めっちゃ宝箱あるやん。え、びっくりなんや。敵ですか。なるほどね。そういう罠ね。え、これ、もしかしてこの中の1個しか正解じゃないとかそういうパターンのやつじゃない？うん。そして動かせなくなっちゃった。動かせなくなっちゃったわ。ちょっと待って。どう動かしていけばいいんだ？うん。何なんだろう。ここ開けたやろ。で、あっちも開けたやろ。で、でだよ。あ、これで、これでとりあえず、この2箇所が開けれる。ふわ。で、あと、あっちの1個は、こっち側から入ってきたら開けれる。え、もしかして全部敵とかそういう。で、入るよ。で、入って、これが開けれるってことやろ。全部敵やんか。どういうことやねん。これのためのカムフラージュか。苦労した意味。あ、で、秘密の貝殻。なるほど。オッケー。じゃ、結局、え、あっこから行けるんかな？なんか、行けなさそうじゃない？ここから上がっていかんといかん感じよね。え、でも、ここにはどうやって行くの？ほう？とりあえずあの上行くか。そっか、こっち側行ってないけん。ここから出たら多分行けるんや。あ、
ほらほら普通に来たわ。この先大足の塔あり、注意この辺り鍵なし。あっこの穴に入ったらダメな気がする多分なんかどこかしらに戻される気がする。でこの辺をいろいろとかいくぐって進んでいけば、あの一番上にたどり着くと。あれ待って、あーあーそっか、でも最終的にホッポいるから大丈夫か。あの囲まれたところはこっから入るのかな。イエーイいてあっち側なんかあるんかな。痛いでしょ、邪魔なんだよ。ん、何もない。ただの通り道、そういう順番でしか進めんってだけかな。よいしょ、危ないよ。せっかく復活した命がなくなるよあ、妖精さん。でも瓶いっぱいなんよね。また今度来るねそのうち来るね。ってことはこっちか。まあ、隠されとる道が通り道ということはないか。こっちね。イエーイ到着。やったね。これで開くと。よいしょ。オッケー。伸びるの？あっち。違う。回転して裏から入り口が出るってことか。おー、来たよ。なんかあれ、ぐるぐるん出てきそう。こういう感じの塔あったことだね。よし。はい、ということで、じゃあ、今回は、安全のために、やっつけておくね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、空飛ぶコッコ。この子はもう今後ずっとついてくるんかな。めちゃくちゃ便利でいいね。もうジャンプ使う必要がないもんね、一切。ひょいって持ち上げたらいいだけ。